こんばんは、すくまです。いつも当チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、初顔出しということで、ちょっとね、緊張してるんですけれども、緊張をね、緩和させるために列車を走らせながらね、お届けしようかなと思います。私はね、すくまっていう名前で鉄道模型、主にね、Nゲージのことに関する情報をね、アップしております。このレイアウトに関することですとか、車両工作のことですとかね、鉄道模型、Nゲージに関する全般的なね、内容をアップしてます。で、鉄道模型を始めたきっかけなんですけどね、僕が小学校2年生ぐらいの時に、祖父がね、トミックスの253系、成田エクスプレスのね、模型を買ってくれたんですよね。それがきっかけで、そこからもう21年ぐらいですかね、経ちますけれども、ずっと鉄道模型をやり続けてます。最初はね、普通に道床付きレールを買ってね、お座敷運転で楽しんでたんですけれども、だん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 ね、それだと満足できなくなってきて、レイアウトを作り始めてね。で、このレイアウト自体はもう3代目ぐらいになりますかね。はい、それでずっと情景作りを進めてきて、今に至るっていう感じです。で、好きな車両としてはね、全国、日本のね、車両なんですけれども、割と古めの車両が好きなんですよね。でも僕も生まれた時にはね、国鉄から JR に変わった後だったんで、もう JR マークがついた国鉄型車両とかね、すごい好きです。で、またね、それと同じような世代の私鉄の車両も好きでして、関東にね、住んでる期間が長かったので、関東の車両を中心に、旅行先の車両ですとか、そういうのもね、ちょいちょい集めたりとかしてます。で、今はね、何両持ってるかはちょっと把握しきれてないんですけれども、多分ね、1000両から2000両ぐらいの間じゃないかなっていうふうに思います。今度ね、ざっとこう、集計を取ってみたいなとかね、そういうのも思ってるんですけど、もう買いすぎてね、わかんない状態です。このチャンネル自体は2007年に開設しまして、まだね、その時僕学生だったんですけれども、そこからね、社会人になってからもずっと細々と、年に数本っていう感じでね、動画の投稿をしていました。でもね、去年の末ぐらいからね、固まった時間が取れるようになったので、いい機会だということでね、こうやって動画をね、バンバン今ね、投稿するようになりました。このチャンネルでね、僕がどういうふうなことをね、動画に載せてお伝えしたいかっていうのはね、もちろんいろいろあるんですけれども、どうやらね、皆様の思いからすると、レイアウトのことがね、もっと知りたいとか、そういう人がね、結構多いみたいですね。レイアウトのことに関する動画っていうのはすごく見ていただいてますし、車両工作とかね、そういうのに比べると受けがいいっていうのはね、分かってます。なのでね、今後もレイアウトの制作動画を中心にね、他にも僕がやりたいこともやっぱりね、やりたいんで、ちょいちょいネタを挟んでいくかもしれませんけど、基本的にはね、レイアウトのことについてね、取り扱っていく予定です。レイアウト制作をね、行っていると、いろんないいことがあるんですけれども、まず一つ目はね、やっぱり自分の趣味のレベルが上がるっていうことですよね。街並みとかって、鉄道の知識だけあってもね、作れないじゃないですか。例えば道路のね、配置、またはその白線の引き方とかね、道路標識のこととか、そういうのもやっぱりいちいち調べないと分かんないことって結構多いですし、一本ね、木を建てようと思ったって、その木はどういうふうにね、枝が生えてるとか、葉っぱはどういうふうについてるのかとかね、そういうのって意外と聞かれてみると、あれ、分かんねえなっていうことがあると思うんですよ。なので、そういうね、予備的知識っていうのがどんどんね、いろんな知識がついてきますし、またはそういうポイントのね、電動化のところでもお話ししましたけど、僕全然電気とかね、詳しくないんですよ。でもね、やっぱりポイントを電動化させるためには電気の知識が必要だから、仕方なくっていうかね、趣味なんで楽しいんですけど、電気の、ね、知識もある程度ないと、こうレイアウト作りっていうのは、ね、進んでいかないわけなんでね、そういうところでも全然違うジャンルのことを、学ぶ、気づくっていうことがね、できると思うんですよね。そういう自分の成長につながるっていうのもありますし、もう一つはね、やっぱり僕と直接的に関わる家族とか、あとは友人とかね、そういう人たちに趣味をね、アピールすることができるんですよ。やっぱり一人でね、暮らしてて、一人暮らしだったらいいんですけど、僕はね、結婚してて、妻がいるんで、理解してもらわないとね、これだけでかいスペースを占有させてもらうってこともね、今後できなくなっていくんじゃないかなと。これ取り越してくれよとかね、あんな車両なんか邪魔だから捨ててくれってね、仮ですけどね、そんなこと言わないと思いますけど、思われてしまったらね、おしまいだと思うんですよね。やっぱり共に、趣味を理解し合ってね、
応援し合えるような関係でいたいですしね、まあ、友達ともやっぱり学生時代の友達とかね、なかなかこう社会人になると疎遠になったりとかしがちじゃないですか。でもね、こういうレイアウトが家にあると、それを出しにね、今度運転会やらないとか、そういう感じでね、気軽に来てもらえるっていうんですかね、来てもらう口実にできるっていうのはありますよね。こう関係をつなぎ止めておくことができるんで、まあ、そういう狙いもあってね、まあ、それはあの後から出てきた理由ですけどね、そういう副産物みたいな感じで人間関係の構築にもね、非常に役立ってます。まあ、さらに言うとね、この YouTube チャンネルやってますけどね、まあ、先日ついに登録者数ね、1000人超えることができて、まあ本当にね、あの何万人っている方に比べたらね、ちっちゃいチャンネルですけど、僕の中ではね、結構嬉しかったんですよ。うん。まあそれをね、1000人超えることによって、なんか周りへのアピールもできるじゃないですか。うん。やっぱり、その前と後だとね、見方も違ってくるわけですよね。僕のやってること、例えばレイアウト制作の動画をね、アップして、それを見てくれてる方がいっぱいいてね、で僕のチャンネルを登録してね、情報を欲しいって思ってくださってる方が少なくともね、1000人以上がいるんだっていうことがね、分かってもらえたと思いますし、僕の撮ってる、ね、動画っていうのが、日本のね、また、まあ、海外の方もね、少しだけ見ていただいてるんで、まあ、そういう方のね、参考にしていただいてね、少なからず役になってるってことはね、アピールできたと思うんですよね。だからね、まあ、このチャンネルをこう育てていくっていうのはね、まあ、僕にとっては非常にメリットというかね、メリットしかないんですよね。だからまあ顔出しについてもね、まあ、そんなにもう声を出すっていうのはね、喋るっていうのは結構ハードルがね、最初高かったんですけど、まあこう顔を出すことについてはね、そんなにこうハードルは高くなかったというか、まあ、もちろんね、いろんなリスクとかもね、正直あると思いますし、すごい悩んだんですけど、でもやっぱりこう僕が発信者なわけですから、皆様からね、顔が見えた方がやっぱり信頼してもらえると思いますしね、こう喋って顔をね、表情とか見ていただいてるだけでも、なんかこう人となりっていうのがね、なんとなくでも伝わればいいのかなと、テンションがね、なんとなくでも、鮮明にね、伝わればいいかなっていう、そういう軽い気持ちでね、始めることにしていましたけどね、まあ、こればっかりはね、どういう方向に行くのかわかんないですけどね、まあ、日本全国探せばね、僕の顔がめっちゃ嫌いだっていう人もね、まあ、それは何パーセントかいると思いますよ。うん、そういう人がね、見てもらえなくなるっていうね、可能性はあるわけで、まあでもね、まあこのレイアウトっていうのはね、世界に一つだけのレイアウトなわけで、まあ、僕のね、オリジナルの作品じゃないですか。まあそれと一緒でね、顔っていうのもオリジナルなわけで、こうトレードマークになるわけですよね。だから僕の顔を見ていただいたら、あ、多分すくまさんだからね、レイアウトの動画あげんだろうっていう、そういうね、連想するわけじゃないですか、皆さんはね。そういうきっかけになっていただいてね、より当チャンネルへの興味っていうのをね、持っていただければいいなっていう、そういう気持ちでね、顔を出しすることにしました。まあ、今後のね、展望なんですけれども、もちろんね、今まで通りレイアウトの制作は進めていくつもりですし、まあ僕ね、結構お酒飲んだりとか好きなんで、まあ、こう鉄道模型とね、お酒を掛け合わせて、こう、列車を見ながらね、飲むとか、そういうのも結構、普通に一人でやってたりとかするんですよ。うん、あとはね、そこにキッチンがあるんですけど、揚げ物をやるときはね、出来たて食べたいじゃないですか、やっぱね、パリパリのうちに。まあ、揚げてすぐここのテーブルに持ってきて、まあ、妻と一緒にね、晩酌したりとか、そんなこともね、やってるんですよね。まあ、それの発展版っていうかね、ライブ配信がこう、できるようになったんで、こうスマホでね、今映してるんですけど、このレイアウトの走る列車を見ながらね、皆さんにも見ていただきながら、お酒を飲むみたいな。で、皆さんもね、ご自由に飲んでいただいてみたいなね。オンライン飲み会みたいな。それで鉄道トークで盛り上がろうみたいなね、こともやれたらね、いいんじゃないかなって思ってます。まあ、特にね、昨今こうやって外出が制限されるようなね、風潮になってまして、まあ、なかなかね、ストレスが溜まるような社会情勢になってますよね。まあ、先日のね、動画でもお話ししたんですけれども、まあ、その中でね、誰かと繋がりたいとかね、そう思っている方っていうのは一定数いらっしゃると思いますし、うん、やっぱりこう、鉄道模型に関するね、話題で盛り上がりたいってみんな思ってるじゃないですか。ね。僕だって思ってますよ。うん、友達とね、LINE とかでやるだけですからね。なんか普通にこうやって動画でね、オンラインで話せたらそれ絶対楽しいと思うんで、うん、こういう国鉄型車両が好きな人とかね、鉄道模型レイアウト制作が好きな人とかね、まあ、ちょっとでも鉄道に興味がある人とか、まあ、もっと言っちゃうとね、お酒が好きってだけでもいいんで、
まあ、僕とね、なんかそういうオンラインでお話ししてみたいっていう方がいたらね、今後ライブ配信とかもねやるかもしれません。まあ、その前にはね、直前にはまた告知しますけれども、そういうこともね視野に入れながら、今後もね、より皆様と、こうつながりっていうのをね深めていきたいと思いますし、それによってね、こう僕自身も皆様からこういろんな知識をもらったりとかしてね、ウィンウィンの関係で成長していけたらいいなっていうふうに思うんですよね。やっぱり自分一人でやってるとね、まあ、そう成長の上限っていうのはある程度決まっちゃうと思うんで、まあ、僕よりね全然すごい技術持ってる方とかもツイッターとか見ててもね非常に多いのでね、まだまだこう成長したいっていうのはありますし、またこの N ゲージをね主にやってますけれども、実はね HO ゲージも少し持ってるんですよ。っていうのはね、まあ、祖父がやってたっていうのもあるんですけど、まあ、HO ゲージにもねめっちゃ興味はあります。将来的にね、そういう HO ゲージのレイアウトみたいなのもね、まあ、作れたらまあいいかな、まあ、それがね、夢ではありますけどね、なかなかスペースの問題とかね、厳しいんで、難しいんですけど、なんとかそこをね、クリアしてやっていきたいなみたいな思いもあるんで、まあ、そういうことに関してもね、お話できたらいいかななんて思ってます。あ、これ以上ね、喋っちゃうとちょっと長くなるんで、今日はね、この辺にしておきますけれども、まあ、本当にね、鉄道模型っていうのはすごくね素晴らしい趣味でね、さっきも言いましたけど、その外出がねできなくても家の中で楽しめる、本当にいい趣味だと思うんですよ。だってね、僕20年以上こうやって鉄道模型やってますけど全然飽きてませんからね、まだまだこう楽しみたいかも、多分ね死ぬまでやるでしょうけどそれぐらいね奥深い趣味なんですよね。うん、だからその良さっていうのをね、ぜひこれをいい機会としてね、皆様にも分かっていただいて、一人でもね、僕と同じように鉄道模型を楽しんでみたい、始めてみたい、またね、持ってる車両とか、ストラクチャーを使ってね、ジオラマを作ってみたいとかね、そういう方が増えてくれたらね、嬉しいです。うん、まあ、そういうきっかけ作りをね、どんどんしていけたらいいなと思いますし、そういう鉄道模型を軸としてね、まあ、食べ物を組み合わせたりとか、まあ、そういうことして、いろんなね、広い視野で鉄道模型を楽しめるんだよっていうこともね、行っていきたいなっていうふうに思ってますので、まあ、興味があるって方はね、ぜひチャンネル登録していただいてね、今後もね、当チャンネルを応援していただけるとありがたいです。またツイッターの方ではね、工作の様子ですとか、予備知識的なことをね、ちょいちょい投稿したりとかしてますんで、まあ、そういうの知りたいって方はね、ぜひツイッターの方もフォローしていただいてね、見ていただければ幸いでございます。ということでね、今日は簡単ではございますけど、まあ、初顔出しということでね、自己紹介とレイアウトについての説明をしてまいりました。また次回のね、動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。すくまでした。